はい、皆さんこんにちは、盆栽推奨の松江です。今回は、夏から、秋にかけてですね、その、秋にかけての、盆栽の管理法、また注意点、それについての、コメントでね、教えてくださいというふうなご意見もありましたので、それについて、お答えしていきたいと思います。まず、秋口になりますと、夏場とどのような変化が起こるかと言いますと、そうですね、ものすごく暑かったものから、涼しくなってくると、人間でもこう活動的というのか、ちょっとどっか出かけようかとか、ね、ちょっとご飯でも、もうよく食べれるようになってきたり、夏場はそうめんでもちょっとしんどいから、そうめんでもっていうふうな感じなんですけど、食欲の秋っていうぐらいでね、体自身の調子も良くなってきますし、やっぱり動きやすくなってきます。で、植物も同じで、涼しくなってくるとやっぱりその盆栽っていうのもやっぱり活動っていうのがね、そういうの始めてくるんですよね。で、その活動っていうのはどういうことかというと、やっぱりその根自身が、しっかりと水を吸い上げる。今までは結局その暑さとかそういったもので、水分がもうとにかく、気化、蒸発してたんですけども、それが実際に、根っこから本格的に水を吸い上げるというふうな時期になるんですね。で、そうなってくるとやっぱりその必要になってくるものっていうのは、水切れですね。で、その水切れに注意しなければいけないということですね。で、その水切れの注意の仕方でも、やっぱり夏場の時だったらモミジとかそういったものでも、結構割と乾きにくかったのがすごく乾くようになるとかいうふうなことがあります。葉っぱがやっぱりちょっとこうね、すごくなんかこうシャンとしたような感じに、なってきたり、10月の後半ぐらいになってくるともうね、紅葉とかそういったもので、色も変わってくるわけですけど、今のこの9月の頭とかね、そのあたりぐらいの頃っていうのはもう葉っぱも泡をしてね、肥料なんかもしっかり効くしっていうような状況ですよね。ですから、その水切れはもう本当に重要。芯の部分とかね、そういった時に、パッと見て4時ぐらいになって、周りは乾いてるけど芯は濡れてたのがもう芯までカリカリになってるとかね、そういうふうな細かな変化がありますから、そういったところを、しっかり注意して見ていただく。で、それとやっぱりバラ科のものですとかね、長寿梅ですとか、ザクロとかね、そういったものなんかは、根元からヒコバエっていうのが出ます。で、そのヒコバエっていうのは、バラ科のものっていうのはこう多肝樹形になる木ですから、もうとにかくその一本幹の木とかね、三冠の木とかいろいろそういうふうな盆栽ありますけど、その根元のところから、もういっぱい新しい芽が出るようとします。で、そのとにかくやっぱり活動期に入りますから、その結局ヒコバエとかそういったものもビューンと伸びるんですよね。で、伸びる時期になるんですよ。で、そうすると伸びてしまうと、古い枝とかそういったものが若い枝がもう元気するにつれて、もう古い枝はいらないっていうふうに淘汰の対象になって、ヒコバエをそのまま残しておきますと、突然その古い枝がボーンと枯れてしまったりしますから、ヒコバエっていうのはもう徹底的に、もう根元から新しいヒコバエが出たらもう徹底的に取るというふうな、そういうふうなことも必要ですね。で、あとはその秋口になってくると当然活動を始めて、枝なんかもこう盛んに伸びてきますから、その枝が伸びたらもう早めにね、剪定をしてあげる。あんまりこうほったらかしにしておきますと、枝がねゴブゴブになってしまって、もう太ってしまってゴツゴツになってしまったりしますから、雑木類なんかは早めに剪定してあげて、だいたい一節とか二節ぐらいのところでね、剪定してあげればいいと思います。冬場に葉っぱが落ちてからちゃんとした剪定っていうのをねしてあげればいいと思いますんで、冬場といっても11月とかね、11月の中旬ぐらいになってくると、もみじ類なんかだったら葉っぱが紅葉してきて、で落ちますけど、あんまりこれが落ちてから1ヶ月とか2ヶ月とか経ってから剪定しますとね、水がわーっと出るんですよね。ですから、完全に休眠期に入ってしまう前にもみじが紅葉して、ああ紅葉が綺麗だなというふうな感じになって、葉っぱがパラパラパラっと落ち始めたら、もう葉っぱを全部取って、でそれで同時にもう剪定始めるっていうふうにすれば水を吐きませんから、あんまりこう長い時期ほっとかないっていうねことですね。そういうふうなことをしていただく前に、
受精のバランスを取るっていうふうなことも大事です。受精のバランスっていうのは、例えばここにも木がありますけれども、まあ、頭の方っていうのは当然受精が強くなります。で、下の方って弱いんですよね。ですからこの夏場の時期に結構割と頭の方に受精がしっかり乗ってて、で今度下の方がまああんまり受精が乗ってないというふうな感じの状態になって、また今度秋になって活動期になって枝がわーっと伸びるんですけど、頭がわーっと伸びて、で下の方もちょろっと伸びてっていうふうな感じなんですけど、この頭と下枝の差があまりにもガーッと開いてしまうと、そうすると結局今のまあ彦バエの話もそうですけど、まあ淘汰の対象といって、もう木自身はね、この弱い方はもういらない、この伸びる方のこの強いところを伸ばしてやればいいと、こっちの方を残してやった方が生き残る確率が高いと思って、この結局元気な方の枝がどん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 伸びる方の方を残してね、まあこっちこういう風な枝の大事にしたいなという風な感じの枝っていうのは大抵細くてね、こうちょっと弱かったりするんですよ、下枝の方はね。そういったところを、まあ、やっぱりその受精のバランスっていうのは秋に入る前に、まあ、ある程度、ね、しっかりこう取ってやる、まあ、あまりにも差がついているようだったら、もうそういったところをちょっと剪定してね、頭の方を少し追い込んであげて、下の方に力バランスを、まあ分こうまあ、配分してあげるというふうな、注意点も必要ですね。でそれと、まあ、あの秋口になって当然、乾く状態でしたら、当然肥料も欲しがりますから、ですからまあ9月、まあ、10月の中旬とかね、まあ11月ぐらいまで肥料置かれる方もおられますけど、9月からまあ10月の中旬ぐらいまでは特に肥料が大事な時期ですから、その頃にしっかりと、肥料を与えると、液肥とかそういったものも結構ですし、置き肥なんかでも結構です。はい、まあそういったものをしっかり与える。また季節の変わり目には病気とかね、そういったものにもかかりやすくなりますから、ちょっと涼しくなってくると、うどんこ病ですとかね、そういったものもまた出てきますし、まあ虫なんかとかそういったものでもダニとかね、そういったものなんかもつきやすくなります。ですから、まあ、そういったやっぱり病害虫のね、予防、または、成虫を見つけたら駆除するというふうなところも、これもまた並行してね注意していく。これは、まあ基本的には一年中、まあ、大切なことですけどね。はい、まあそういうふうなところだと思います。はい、今回は、まあ夏から秋にかけての、木の管理ですね、そういったまあ、まあ諸々のね注意点についての、ご説明をさせていただきました。また、コメント等ね、またわからないところがありましたらまた言っていただきますと、また参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。